幼津院は山梨県鶴市河内に所在する寺院。総統州寺院で三号は高等山、本尊は国造菩薩。所在する鶴市河内は山梨県東部の群内地方に位置し、幼津院は桂川支流の大旗川北岸山裾の平坦地に立地する。近世には河内村が成立し、近在には群内領主を山田氏の館である。 中津森や片跡や慶輪寺などが分布する。海野国史、海野国社記、寺記によれば、室町時代の文明6年に、小山田幸運を、海祖、笛吹市一宮町の工芸人海散、雲州高志流の法師高竹宗春を海散に、創建される。高岳は、国中において、海野市亀沢の甘沢寺を創建しており、幼津院の海藻は、 軍内における画山派包茎人員の展開と評価される。高岳は遠徳4年に死去し、当時において埋葬された。海祖、小山田幸運は、軍内小山田氏の当主で、海の国志総合では、勝山家に見られる、小山田八太郎、小山田平蔵を候補として挙げているが、小山田信長に否定されることが指摘される。これは、元気二年に戦国期の小山田氏当主の小山田、 信ぶが、鶴下谷の調整時に寄進した事情を記した、安土城によるもの。この安土城では、小山田史歴代の法名が記されており、この中に、義山の先代として、幸運の名が記されている。信長の時代の当主として登場する八太郎の法名は、菊院録から、義山と確定されるため、幸運は、先代の信長と考えられている。戦国期には、 英章八年に、小山田信有が、朝生寺を創建する際に、当時三世の一同光園を解散に招聘したという。この際に、一同は信有に高岳を解散に推薦し、一同の史跡かつらを朝生寺二世とし、自身は朝生寺三世となったと言われ、幼稚院は朝生寺の末寺となる。近世には、慶長六年に、軍内領主鳥居星次が、 自領に国くハットを寄進した。江戸時代には、玉泉院、聖冠院、石前院、観音寺の末寺を有していた。当時には天保7年8月に開国で起こった会一国規模の一期である天保騒動の際に使用されたと考えられている竹槍が伝来しており、約900字の文章で騒動の発端から判決に至る経緯が記されている。丸島。 ピアニッシモ、も72から81ありがとうございます。